今回は混乱予防かな、前が出血だったんで今回は混乱ですね。出血の時はヤモリが出てきたのかな、多分そうだと思うんですけど、混乱の時は誰が出てくるんでしょうか。まあアタッチメントの創作はね、ラスボスより道中のやつの方が厄介って一番言われてるんでね、俺の中でね。ワンフロアメが、あのワンフロアメのさ操作感めっちゃ可愛いんやから、モブには思えない。そしてクイーン系がツタのような。最近スキル演出をスキップしてるんですけど、いいですね。せいマッションターメンってあ、もう持つかなこれ最後まで。よいしょ、どうしよっかな。重蔵下げ、重蔵下げだよ、アモン下げ。青霧と、これなんか青霧がさ、ラストの誰かボス出てくるのかな。ボスって変わってたっけ、なんかね3パターンぐらいアタッチメントの操作と S で落ちる、落ちるさ、3パターンぐらいあった時なかったっけな、俺の気のせいか。アタッチメントの操作じゃないのかもしれないな、あんま記憶ちょっとあれな、曖昧なんですけど。スイこれもう一回、腰地球使いの、できればシフトしたくない。よいしょ、ちょっとシフトしなきゃダメか。なんかピンチです。で、重蔵2枚編成だったら強えな、スキル使おう。ほら一応窓さんにつくか、ここ。はいはい、オッケー。で次4フロア目と。まあ、え、あれ。うわ、3人いいんじゃない。あ、4フロアしかないんだ。5かと思ってた。オーバーキル発生7回以上、ブレイク発生5回。まあブレイクはいけるとしてもやっぱオーバーキルだよね。マジか、アタッカーだし200、混乱に対して200、流血に対して200。あーちょ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 なんか 200% アップのやつめっちゃいいんだけど、とりあえず重装で吹き飛ばす。ここはだな、とりあえずアモン剥がすか。誰からやろうかな、流血に対してか。ディフェンダーいないしな、とりあえず重蔵やりますか。どれぐらい食らうんだろう。あ、まあまあまあって感じだな。うわ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 、まあ、とりあえずね、とりあえずこのターンはこれでいいでしょ。あー最近このさ皮かぶりの敵めっちゃいるよね。皮かぶり、ちょ待て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 、流血になる。いやーこれはきつい、流血になっちゃったからとりあえず重蔵を何としてでも倒しておきたいところですね。いや、きついな。
もう一回アモンのスキルを打てばおそらくですがいけると思うので、アモン光太郎、はい、これでとりあえず重装はできるけど相手の攻撃力が上がってるのかな。きついな、きついな、これ 32,473 で耐えれんのかな。次分からんけど、ダメージ 50% カットはまあいいや、アモンはまあいいや。アキラだな、アキラの混乱状態にめっちゃ塗るのは怖え。 200% プラス 150% 今アップしてるかな。さあどうなるのか。これ回復薬っつうか、これだって1枚1ターンに話せるの1枚までだから1ターンで、あ、俺あれつけてきてねえわ。待て待て待て、それせこい。アキラのめっちゃ受けるやつ、マドさんには、今見た通りマドさんにはついてんだけど、多分1個俺もう1個当ててるんですよね、謎に。それをねつけてないっすよ。どうかな、どうしようかな。これでは飛ばねえよな、さすがに。ほら309,860。こう、まずこうでしょ。アキラは倒せそうだな、なんとか。なんとかね、アキラはね、倒せそうではあるな。よいしょ。で、これでアキラ倒す。こっからだ。アモン VS アモン。あいつが何してくるかわかんねえな。てか、アモン、うわーアモンの溶けるしさ、出血ま、あ、次回リベンジ、お疲れ様です。